幼稚園の時の写真で、みんなが幼稚園で記念写真撮ってるのに、一人だけ炎のおばあさんが見てるんですよね。きっちりした心霊写真でしたね。その写真がすごいから拡大してコピーしてみんなに配ったんですよ。そっから僕不幸が重なっちゃって、それを処分しました。危なかったですよ。ああいうことってね、面白おかしくやらない方がいいですよ。心霊写真あんまり変に取り上げない方がいいですね。